結構いいよ、赤坂への動き。ていうか、お前、プライベートだ。メッシも本気ですね。はい。さあ、いよいよ対戦です。ここでルールをご説明いたします。メッシ VS コウジ君、PK3 本勝負です。阻止率 90% のコウジ君から一度でも決めればメッシの勝利。3本全て防ぎ切ればコウジ君の勝利となります。全く展開が読めませんね。楽しみです。さあ、勝負はたったの3本。1本目、果たしてどこを狙ってくるんでしょうか。あー、シーレアメンテーション。下皆さん、下と言いました。どっちの下なのか、あるいはどんなボールか。まあ、どちらにしてもですね、速くて強いボールを蹴ってくるんじゃないですかね。なるほど。さあ、いよいよ始まります。人類 VS ロボット、頂上決戦、真の最強が今宵決まります。15ボール、1本目。いやメッシはコウジ君が自分のこのシュートのスピードについてきたということに驚いてるんですね。これ確かにものすごいシュートでした。すごい、はい、さあこの世界最高、左足から放たれたシュートはゴールの右隅へ。なんとこれカメラがシュートのスピードに追いつけない。いやすごいですよ。何色出てるんですかね、速いシュートなのにしっかりと抑え効かせましたし、これはポストに当たっているんですね。ポストか、なぜかにポストという弾丸シュートでした。当たったボールが弾け飛ぶ。恐るべしこのシュートスピード、なんと126キロが出ました。いやこれ歴代最速じゃないですかね。今までの挑戦者を上回る1本目のスピード、ランキングトップに躍り出ました。やっぱすげえな。しかしメッシもですね、コウジ君のこの動きの速さ認めてますよ。予想以上にコウジ君の動きが速かったのかもしれませんね。2本目がどうなるか楽しみです。バロンドール4年連続受賞、クライフ、プラティニ、ロナウジーニョ、偉大なるプレイヤーを超え伝説となったこのメッシ、150年の近代サッカーの歴史を塗り替え続ける奇跡の男です。もはや人間じゃないと思います。神ですよ、神。神、はい、そのまさに神、伝説の男メッシ、次はどこを狙ってくるのか。素晴らしい、カンピョン、あれは違うな。メッシ、コース教えてくれませんね。ロボットであるコウジ君には聞こえないはずなんですが、どんな状況、どんな相手でも 120% で挑む、こういうところが世界ナンバーワンのゆえんなのかもしれませんね。なるほど、この表情です。メッシ、さあ2球目。2球続けてポストに嫌われました。もうちょい下やったら入ってたわ。メッシ得意のスピードボール、今度は左のポストに直撃しました。いやあとボール半個分ですよ。ギリギリです。はい、3センチ。さあそしてこのボール計測出ました、132キロ。日本代表の選手と比べてももうズバ抜けています。こちらもですか。いやメッシは特別ですね。この技術を見てください。メッシは蹴った後飛び跳ねるように前に移動してますよね。これ軸足を浮かせることで体を前へ送り出して、通常よりもボールに体重を乗せてスピードを出しているんですよ。なるほど、コントロール重視の中村俊輔選手なんかとはだいぶ違いますね。あ、そうですね。ちなみにこちらが中村俊輔選手のフリーキック。軸足で地面をしっかり捉えて安定させている。これだと精度は増すが体重は乗らないのでスピードは出ない。比べると一長一短、体重を乗せると速さは増すが精度が不安定になるのである。スピードを維持しながら抜群のコントロールもやってるという恐るべしメッシ。さあいよいよ残りは1本です。うわーかっこいい。人類最強 VS 最強ロボット、ラスト1球となりました。これを決めなければメッシは負けます。決めてほしいですね。ですよね。その大事な大事なラストの1球、どこを狙ってくるのか。メモパイロン、なんと2球目と同じ左上と宣言しましたね。メッシはボール1個分のズレを修正することができるんでしょうかね。メッシにとって過去のサッカー人生において1日で3回 PK を外した経験などはないはずです。過去5年で2回しか外してませんからね、はい、相手がロボットとはいえ同じ相手に3度負けることは許されないはず。すげえ、コウジ君。このままメッシはコウジ君に敗れてしまうのか。メッシ最後の1球です。チャンスは残り1球。この後奇跡のシュート必見です。そしてこのままメッシはコウジ君に敗れてしまうのか。メッシ最後の1球です。Yeah!
修正しました。スピードを上げてコースの修正。いや本当に神ですね。人間じゃないんじゃない。素晴らしいですね、この調整力。決めた飯大興奮です。いや、本当に教えと同じくらい喜んでるじゃないですか。シュートでした。びっくりした。ええ、ちょっとそれから言いましょう。何言いましょう。ランナー蹴らしてみたんで。絶対頑張れ。ということで、メッシ選手の勝利となりました。さらに、メッシのプライドに火をつけたんでしょうか。神の子、前人未到の挑戦、史上初2球連続のゴールなるんでしょうか。それはどうですか。いや、これは阻止率 90% の浩二君から2球連続でのゴールを狙います。本当にやってしまうんでしょうか。どうなるか全然読めませんね。メッシ怖いくらいの集中力、今までと目が違いますね。ガラッと変わりましたね。浩二君も準備万端、すでにゴールの動きにもついていってます。万全の体勢で迎える浩二君、対するメッシは今度は大きく助走を取っています。人類最強 VS ロボット最強、これまで数々の相手をシャットアウトしてきた浩二君、しかしまさに今夜最強の挑戦者が現れました。前人未到の2球連続ゴールへ、達成なるんでしょうか。メッシ、メッシはこの対決の緊張